トヨタ海 CHV はトヨタ自動車が生産する燃料電池電気自動車である。なお、トヨタはこれを燃料電池と二次電池のハイブリッドシステムであるとし、フューエルセルハイブリッドビークルの略として FCHV の名を与えている。2004年3月時点では日米で12台が稼働している。2002年12月より日本とアメリカで限定リース、開始12月2日に、 中央館長へ貸し出された。ベース車はクルーガー。値段はリースのみで、日本では月額120万円、アメリカでは1万ドル。動力源には、最大出力9 0ットのトヨタ製燃料電池、スタック、トヨタ FC スタックと二次電池として2 1ットニッケル水素電池を搭載し、モーターを駆動する電気自動車。燃料電池スタックと二次電池をピーク。 パワーコントロールユニットでつなぎ、走行、車両の状況に合わせ、それぞれを最適に制御している。直流コンバータ等ピークによる複数電源の接続は最大電流に制限を加える等デメリットも存在する。直流コンバータ等が不要となるキャパシタを搭載したホンダイ CX とは正反対の設計思想を持っている。燃料は高圧水素を使用し、 3十五波の高圧タンクに搭載する10.15モードで航続距離 330km2002 年当時のホンダ海 CX がカナダのバラード車線スタックを搭載し車両を発表したように他自動車メーカーが燃料電池専門メーカー製のスタックを搭載する中自社製スタックを搭載技術力をアピールしたが一般への認知度は低いその他 ボディーパネルの一部アルミ化や、リアスポイラー、床下フラット等による、空力特性の改善、フロンガスを使用しない CO2 エアコンを搭載する、等、新規技術を多数織り込んでいる。氷点下30度の低温環境で起動、走行試験が可能だが、燃料電池自動車の弱点である、凍結の問題は、クリアできていない。発表当時の庁査長の、数億円はするとのコメントから、 コスト低減も重大な課題と認識されている。2007年に登場した改良バージョンの f c h v a t b では、航続距離延長のため水素タンクの充填圧力を70波に強化、システムの改良と合わせて10.15モード燃費で、航続距離は 830km に伸びている。乗用車タイプと、 並行して、路線バス向けも開発されており、FCHV バスとその後継の FC バス、そして量産車の空が存在する。FCHV バス、下乗り愛子会社である、日野自動車との共同開発、製造は、日野車体工業、J バス、小松事業所で、ベース車は、ブルーリボンシティのノンステップバスである。FC バス2015年から、 実証試験を開始した FC バス形式名は TFCB で引き続き J バス小松事業所で製造。FCV 未来用に開発された技術を織り込んだ新型燃料電池バス。登場当初前面と後部のデザインはこれまでの試作車と同様にブルーリボンシティ。2014年にフロントトリアを中心に大幅な外装リニューアルを受け、その結果ブルーリボンシティの面影は ほぼなくなっている。FC スタックは 114kW のものを2機、電動機は 110kW のものを2機搭載、水素タンクは70ンパのものを屋根状に8機搭載した。リアドライブ方式。トヨタソラ、ZBC マム1内 FC バスの後継車種で、生産工場は J バス、小松事業所。2017年10月の東京モーターショーで、初めて公開された。 2018年3月7日にリース販売開始、燃料電池車のバスとしては国内で初めて国交省の形式認証を取得し、ZBC マム1内となった。2018年9月26日、トヨタ自動車とトヨタモーターヨーロッパは空で確立した路線バス用 FC システムをポルトガルの替えたのバス車に供給することを発表した。 2019年8月6日、一部改良。ITS コネクトロ車間通信システムと、ドライバー異常事態応システム、衝突警報が装備されたほか、フロントにミリ波レーダーが搭載された。2021年4月現在、以下の事業者に導入がされている。トヨタ L&K、燃料電池フォークリフトトヨタグループでは他に、ダイハツ工業から、軽自動車版として、 ムーブ e v f c とムーブ FCVK-2, タントイ CHV が、豊田自動食器からは燃料電池を搭載したフォークリフトイ、CHV イが登場しており、これらには39、ありがとうございます。